こんにちは。そうですね、大人と子供の境目を、いろんな角度で撮れるんですけども、今回の動画で私が一つ気づいたのは、自分でやるのか誰かにやってもらうのかってことで大きな差がありますね。ある意味ね、その借金っていうのも誰かにやってもらってるっていう、誰かに代わりに稼いでもらったっていうところなのかなとも思いますし、ビジネスっていうのは申し込みの連続なのかなと思うんですよ。買いませんかっていうのも申し込みだし、いくらにしましょうかっていうのも申し込みだし、売ってくださいっていうのも申し込みだし、まさにプロポーズの日々なんですよね。で、これだけはどうしても手に入れたいってものに対してプロポーズってすると思うんですよ。そしてどうしても手に入れないといけないものって結構いっぱいあるんですよね。これだけあればいいっていう風なものではなくて、やっぱり水も必要ですしね、電気も必要ですし、住まいも必要ですし、夕食も必要ですし、人によってはビールやタバコが必要なんですよ。それ一つ一つが軽んじることのできない申し込みによって成り立つんじゃないかなと思うんですよ。で、それをおろそかにすると手に入らないものが出てくると。手に入らないものがある中で優先順位を間違うと、本当に必要なものを軽視するってことになったり、ギャンブルが優先順位の上位になったりとかね、お酒とか女性との付き合いとかっていうおかしなものが上位に来るのかなと思うんですよ。それがいわゆる浪費であり、悪い借金を作ってしまうのかなと思うんですよね。でもね、いい借金悪い借金ってのはなかなか色分けが難しいところはありますけども、でも資産化できる借金ってのはいいですよね。お金を借りたんだけども、でもこっちに借りた分だけのね、パフォーマンスが存在するっていうの、これね、またね、おかしく捉える人がいて、じゃあ自分はキャバクラに行ってるけども、女性の付き合いは慣れてきたぜみたいな人がいるんですけども、そういえばそう言えなくもないんですけどもね、ちょっと苦しいかなというところがありますね。要するにそれによって収益を埋めるようなものをどんどん蓄積しているものが資産になりますから、それは単なる言い訳をしてですね、自分のやってることを正当化してるに過ぎないかなと思ったりすることも多々あります。だから本当はね、そのお酒によってコミュニケーションがどうこうっていう人もいますけども、だったらどんな人間関係できましたみたいなことを聞かれるとちょっと困ったりとかね、するんですよね。やっぱりお酒っていうのは判断力を鈍らせたりとか、決断力を鈍らせたりとか、出さなくてもいい勇気、無謀なる勇気をね、演出したりするんで、怪我が多いのかなと思うんですよ。で、トラブった時に結局酒のせいにしてしまうっていうね、そういう良くないところも出ちゃうんで、お酒もなるべくね、控えた方がいいかなと今思うんですけどもね。今回はね、大人と子供の違いっていう風な切り口でお伝えしましたけども、やっぱりね、自分で決めて、自分で実行して、自分で責任を取ると、苦しいことも惨めなことも全部ね、胸を張って受け止めることかなと思うんですよ。負けた時こそ胸を張れってね、誰か言ってましたよね。だからやっぱりね、敗北してなんとか自分の失敗を誰かに押し付けようとするんではなくて、よし負けたぞと、堂々と負けたぞと、来いみたいな感じで、負けた時こそ胸を張ってその負けをね、きちんと受け入れること、これができなければ勝利には向かえないんじゃないかなと。無駄な失敗をね、繰り返すことになるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱ痛感しないといけないんですよね。自分の甘さとか苦しさとか惨めさを痛感しないと。で、深く反省して深く後悔すれば夢は叶うと思うんですよね。いってらっしゃい。